末になるとゆうちゃん安水給料袋の封も切らずに必ず横丁の角にある郵便局へ飛び込んでいくのだった。仲間はそんな彼を見てみんな貯金が趣味の死に垂れたやつだと飲んだ勢いで嘲笑っても、ゆうちゃんはニコニコ笑うばっかり。僕だけが知っているのだ、彼はここへ来る前にたった一度だけ一度だけ悲しい過ちを犯してしまったのだ。管轄帰りの雨の夜、横断歩道の人影に ブレーキが間に合わなかった彼は、その日とても疲れてた。人殺し、あんたを許さないと彼を罵った。被害者の奥さんと旦那の足元で彼はひたすら大声で泣きながら、ただ頭を床にこすりつけるだけだった。それから彼は人が変わった。働いて償いきれるはずもないが、せめてもと毎月あの人に仕送りをしている。ちゃんが僕の部屋へ泣きながら走り込んできた。しゃくり上げながら彼はいつの手紙を抱きしめていた。それは事件から数えてようやく7年目に初めて奥さんから初めて彼宛てに届いた花料理。ありがとう、あなたの優しい気持ちはとてもよくわかりました。だからどうぞ送金はやめてください。あなたの文字を見るたびに主人を思い出して辛いのです。あなたの気持ちはわかるけど、それよりどうかもあなたご自身の人生を元に戻してあげてほしい。手紙の中身はどうでもよかった。それよりも償いきれるはずもないあの人から、返事が来たのがありがたくてありがたくて、ありがたくてありがたくてありがたくて、